中で今日選んできた曲が、アマザラシさんの名もなき人という曲です。この曲はですね、僕が東京に上京してきてから、一番最初に、やらせていただいたライブで、歌った曲のうちの一つです。はい、なんか初心に帰ろうという感じなんですけれど、今日ね、母ちゃんから LINE 来てね、誕生日おめでとうって。でもこの母ちゃん、ちょっと占いっぽいのやってまして、誕生数比学っていう。人の誕生日で運勢をこう占うっていうのをやってまして、僕だったら1992年10月17日なので、その数字をこう足し引きしてエンジェルナンバーという数字を出すんですね、一人ずつ。でそれで今日朝ね LINE 来て、25歳の誕生日になって、あんたは今日の誕生日を境にリスタートの日、年というか運勢になると。だから面白いこと言いましょうだからなんかね、今日のね、ワンマンライブとかあると思うんだけど、なんか新しくね、スタートの街でっていうことを LINE いただいて、あ、そうなんだと思って、なんかそれで、なんか初心にちょっと変えろということで今日この曲を選びました。はい、いい曲ね、やらせていただくんですけれど、ここからもね、名もなき人という曲をカバーさせていただきます。そしてもう1曲は、そんな夏の終わりという曲なんですけれど、僕地元がね、秋田県秋田市出身で、よくね、お盆だったりとか、なんだ、お正月に地元に帰ったりするんですけど、やっぱりね、改めてなんかこう自分が夢を追っかけて東京に出てきたので、なんかその気持ちをね、忘れちゃいけないなということで書いた曲です。そんな夏の終わりという曲、2曲続けてお聴きください。自分のせいにして
Thank you.
してゆく。